カールソン・レジドール・ホテルズはアメリカ合衆国に本部を置くカールソン・カンパニーズとベルギーに本部を置くレジドール・グループの提携により運営されている世界的ホテルチェーン。レジドール・グループはスカンジナビア航空のホテル部門として1960年にデンマークで設立された。以降、スカンジナビア地域を中心にラディソン・エース・エースのブランド名でホテルを展開し、 1980年には、ラディソン SAS をクウェートに開業、ヨーロッパ外に初進出した。1994年にレジドールグループは、ヨーロッパ地域のラディソン SAS の運営において、カールソンカンパニーズと最初の提携を締結し、2002年には、パークイン、カントリーインの各ブランドにおいて、提携を締結した。2006年に、スカンジナビア航空が、ホテル事業から、 撤退、売却したことに伴い、カールソン・カンパニーズが最大の株主となり、現在に至っている。2016年4月28日大会、公衆団参加のナツーリズムが、米カールソン・ホスピタリティから、ホテル資産のすべてを買収することで合意した。ナツーリズムは、カールソン・ホテルズのすべてと、ベルギーに本拠を置く、レジドールホテルグループの株式約51.3%を、 取得する計画で中国企業として初めて欧米の大手ホテルチェーンを所有することとなる。カールソンホテルズはレジドールホテルグループ株式の約51.3%を所有している。カールソンは近鉄グループのトホテルズリゾーツと提携して2000年に東京の白金台のトホテル東京をラディソントホテル東京にまた 大阪の上本町の都ホテル大阪をラディソントホテル大阪と解消した。しかし、2007年には都ホテルズとの提携を解消し、東京、大阪の両ホテルは2007年4月からいずれもシェラトンブランドに解消した。2019年現在、日本では千葉県富里市にあるラディソンホテル成田の一店舗を運営している。オーナーはデルタ航空であったが、 2016年に売却し、現在はインバウンドビジネスを展開する CHI になっている。ホテルに隣接して、デルタ航空の機内食工場と研修施設も存在したが、同時に売却され、CHI が運営するスーパー銭湯東京油楽場にリニューアルされている。ありがとうございます。